旬の素材を感じる琥珀色のきらめき、目を引くポップなラベル、長崎にクラフトビールを根付かせたい小さな醸造所の物語が今始まります。自分がビールが好きでいろんなスタイルのビールを飲んできて、こういったビールを作りたいとかっていう思いはありますので、ビール作りは大変ですけれども、やっぱりお客様から美味しいと言っていただける時が一番嬉しいので、楽しみながらビール作りをやってますね。長崎市目覚め町に一昨年開業した OA 長崎クラフトビア、長崎市唯一のクラフトビール醸造所です。醸造当初から6種類スタートしたビールがあります。その中の一つにアジサイというビールがあります。これは特に長崎の市の花をイメージした、トロピカルな感じだったり、草っぽさだったり、土っぽさだったり、花っぽさだったり、さまざまな香りが押し寄せてくるっていうような感じになります。今までに製造したビールはおよそ50種類。ポップで可愛らしいラベルも三浦さんが手掛けています。クラフトビールの中身っていうのはスタイルが多すぎて、味を想定して飲むということが少ないと思います。でラベルの中に長崎らしさがあったりとか、味のイメージがあったりとか、一度手に取ってみたいと思えるようなラベルっていうのを心がけております。地元にクラフトビール文化を根付かせたいという思いから醸造所を立ち上げた三浦さん、ビール作りへの最初の一歩は2018年に開いたビアパブ&カフェアウェイクでした。現在は休業中ということで、まだ再開のめど立っておりませんが、やっぱりフードペアリングも大切にしておりまして、そのスタイルに合ったお食事のご提供というのを心がけておりました。なるべく早い再開を目指してやっていきたいなとは思っております。ビアパブ、酒屋、醸造所、次々と夢を形にしてきた三浦さんにこれからやりたいことを聞いてみると、長崎でクラフトビールのビアフェスが長い間行われておりません。せっかく醸造所もできたことですし、長崎でイベントをやっていきたいと思っております。